レーシャルプロファイリングをやめてと訴えるサイレントマーチレーシャルプロファイリングとは主にアメリカが死臭国で警察によって故意にアフリカ系アメリカ人及びその他の有色民族を調査対象に絞って捜査を行うこと及び行っているのではないかという疑惑を表すレーシャルプロファイリングは合衆国憲法に定触するとされ実際は禁止されている捜査手法であり 人種差別の観点から批判の声が上がっている。警察は、ドライバーや通行人を不審人物とみなした場合、ストップフリスクという所持品検査や職務質問などを行っている。特に若い黒人男性がその対象となることが多く、走行中に停車させられ、あるいは、公の場で突然尋問や身体検査が行われることもある。また警察によって、 不必要に暴力を受けたり殺害されたりするケースが多く報告されている。一方で捜査は妥当なものであるという警察の主張も多くなされている。ニューヨーク警察が2009年に発表したデータによると警察が市民を引き止め身体調査した57万5000人の歩行者のうち黒人は市の人口の23%に過ぎないにもかんわず55%の アフリカ系アメリカ人が対象になっており、一方で人口の35%を占めている白人系は10%しか調査対象になっていなかった。違法薬物の使用に関する全国調査では使用する割合は白人もアフリカ系も同程度だったが、2018年度には黒人10万人あたり約750人が薬物関連で逮捕されているのに対し、 白人系は10万人あたり350人だった。アフリカン・アメリカン・スタディーズの第一人者であり、ハーバード大学のヘンリー・ルイス・ゲイツ教授は、自分の家の鍵が壊れていたために苦心して、ドアを開けようとした際に警察に通報され逮捕された。このことは、ゲイツの友人でもある、オバマ大統領を巻き込んで、大きな社会的議論となった。 そして最後に、この事件とは別に切り離してみても、私たちが認識していると考えていることの一つとして、この国には警察によってアフリカ系アメリカ人とラティーノの人たちが不自然に多く引き止められてきた長い歴史があるということだ。それは事実としてある。バラク・オバマしかしこのオバマ大統領の発言は、警察との関係悪化を招き、また、 支持率にネガティブな影響を与えた。2018年、オバマ政権のホワイトハウスの元スタッフであった、ダレン・マーティンは、アパート引っ越しの日に、隣人から武装した黒人の強盗と通報され、6人ほどの武装警官に囲まれた。なぜ武装していると認識したのか理由はわからないが、一歩、間違えれば命の危険があった。2018年10月7日、 米南部ジョージア州アトランタで黒人男性のコーリー・ルイスが白人の子供の面倒を見ながら買い物をしていたところ警察に通報されて子供たちの前で職務質問されたこの事件でベイビーシティン・ワイ・オール・ブラックの怒りのツイートが続出した二千十八年四月十六日米コーヒーチェーン大手スターバックスはフィラデルフィアの店舗で友人を待っていただけの黒人二人が 店長に店から出るよう言われ、拒否して逮捕された件について謝罪した。しばしば問題とされているのは、交通法の明白な違反ではなく、ただ運転者が黒人があるいは、有色人種であるということのために、運転手が警察官によって停止されるというケースが非常に多いと報告されている。いわゆる飲酒運転をもじり、霊笑的に走行中の黒人とも言われる。 走行中のアフリカ系アメリカ人をターゲットにした捜査。多くの有名なアフリカ系アメリカ人もまた運転中に何らかのプロファイリングと思われる経験をしたことを公表している著名な天体物理学者でアメリカ自然史博物館ヘーデンプラネタリウム館長を務めるニール・ド・グランス。ダイソンは何度も警察によって車を路肩に寄せられた時の警察の曖昧な理由と 多くのアフリカ系アメリカ人物理学者が同様な経験をしていることを示し、こう語っている。我々は DWI ではなく、私たちの誰もどこに記載されているのかもわからない、違反で有罪とされているのだ。つまり DWB、WWB、そして無論 JBB というだけの理由で。ニール・ド・グラース・タイソン、私の皮膚の色に関する初見2001年。 アメリカ同時多発テロ発生当時、当時ブッシュ政権内で運輸長官を務めたノーマン・ミネタは9月21日に全てのアメリカの航空会社に向けて中東出身者やイスラム教徒を対象にしたいかなるレーシャルプロファイリングも禁止する異例の通知を出した。後にこの時のことを彼自身の太平洋戦争時の日系人強制収容所の経験に立ち、 憲法的で正しい判断だったと語っている。2020年2月、新型コロナウイルスが外国人権悪を伴って世界中に拡散する中、各地のアジア系社会への偏見が煽られている。オーストラリア研究医療大学は、ご情報によって、レーシャルプロファイリングが煽られていると指摘している。米テキサス州在住のムスリム男性二人が自宅に戻るため登場したアメリカン航空の 国内線の機内で自分たちの人種や宗教をもとに不審者扱いする、レーシャルプロファイリングを受けたとし、調査を求めている。ありがとうございます。